3。スタープテープを巻いていきます。内側から始め、まっすぐ足の裏を通って外側まで持ってきます。しっかり外側を持ち上げて貼り付けます。それを少しずらして3本貼っていきます。すべて貼り終えたら、最後にアンカーテープで留めていきます。